登場、トーマです。今回はですね、これか、ふぶきちゃんと、あとは、極ふぶき姫。まあ、この辺を中心にね、動画を進めていきたいなと思います。まず、ふぶきちゃんですね。育てました。で、一番使えるところとしては、もうね、みんな知ってると思うんですけど、極ふぶき姫に対して、おはじきでね、ダメージアップということなので、パーティー的には、これかな。まあ、とりあえずこのパーティーで極ふぶき姫に対してね、ふぶきちゃん使っていきたいなと思います。ただ極ふぶき姫出てるかな。フレンドの人が出てないとちょっとあれなんだよね。おお、出とる。奇跡や。レベル6、あ、結構強めやな。レベル6は強いけど、じゃあちょっと助けましょう。初回半分。いや、でもフルパワーでいこうか。フルパワーでいきます。さあ行きましょう。あ、ミッション来たね。うわぁ、これ決めてー。これは決めたい。確かキラコマサンタと同じぐらいダメージは与えれた気がする。来い。あー、ちょっとミスったけど、まあミッションクリアだから。あー、1万ぐらい与えれますね。だからキラコマサンタと同じぐらいですね。これは簡単やな。 OK、1万。まあ、キラコマサンタと同じぐらいですね。だからやっぱり、ふぶきちゃんは、極ふぶき姫倒すときにゲットしておくと、まあ、かなり、楽かなっていう感じですね。特に、キラコマサンタ持ってない人は、もう逆に、袋じじいを先にね、40回倒してから、極ふぶき姫倒すっていうやり方の方が、いいような気はするな。やっぱ、レベル6とかレベル7になってくると、なかなかね、キラコマサンタもいない、ふぶきちゃんもいないでやるのは、かなりきついと思うんで、まあ、先にね、ふぶきちゃんをゲットした方がいいかなと思います。ドン！まあ、2万以上はいけるのかな。2万5千ぐらいですね。まあ、いい感じにパーフェクトとか取れれば、3万、4万ぐらいはね、ダメージ安定して与えれるといった感じですね。もう倒せるやん。うわ！めっちゃフレンド、めっちゃフレンドのポイントもらったわ。こんないらないんだけどな。まだいるかな。あ、まだいますね。とどめさしてあげましょう。多分あと元気ドリンク1個ぐらいあるんで。これ10だときついよな、さすがに。ちょっと10でもやってみよう。やっぱレベル6とかになってくるとおはじきもむずいな。あー、これ謎のやつではないか。これはまだいけるやつか。どっんだー。900。やっぱフルパワーじゃないと無理やな。全然無理やわ。あ、これはまっすぐ。これはいけるけど。ミッションもクリアしてパーフェクトで2600か。なるほど。ふぶきちゃんもあんな感じで来れば、2人合わせて5000ぐらいは、まあ、フルパワーじゃなくてももらえる、与えれるってことか。まあ、キラコマサンタとふぶきちゃん両方入ってれば、全部フルパワーでいって、まあ3万4万ぐらいとすれば、ドリンクが7個8個ぐらいで1人でも最後のね、極ふぶき姫レベル7倒せるかなといった感じですね。あー、惜しい。510。最後とどめさせてあげよう。まあ今日の動画とかもそうだし、まあ、僕の前の動画とかでもね、結構フレンドになりませんかとかね、グループを作ってみんなで助け合いませんかっていうコメントね、いっぱいあったんで、まあもしね、助けてほしいよっていう人はね、コメント欄も見てもらえればね、まあ友達と協力し合えるかなと思います。OK！ まあふぶきちゃんはこんな感じですね。まあ、キラコマさんだとほとんど同じぐらい、極ふぶき姫に対してダメージが与えれるといった感じです。レベル6で95,900ですね。こっから次は25万だからね。もう3倍ぐらいになるっていう。これお助けパワーってさ、なんか使いどころあったっけな。もう結構交換はしたんだけどな。あ、でも元気ドリンクもらえるのか。これって1個だけ？消えるんかい！ 1 個しかもらえないのかよ。ほら、もう結構変えたんだよね。
だからもうあとダメージアップぐらい。もうないよね、もうないよね、もうあとはいらないもんな正直。まあこんな感じですかね。はいはい、ってことで、まあこっからはね余談というかちょっとおまけなんですけど、まあ、極吹雪姫もうゲットしたっていう人は袋ジジイを倒すにして、でこれ普通にバトルやります。普通にバトルやって Y ポイントを稼ぐというのも、まあ、できなくはないです。これ普通にまっすぐだよね。あ、まっすぐ系ね。で適当でもなんとなくいけます。適当でも大丈夫。あー通り抜けた。でこれ元気10を消費してだいたいね100ポイントぐらい稼げるんですよ Y ポイント。では何が言いたいかっていうと、まあ、元気ドリンクで120円課金すれば、まあ、5回できるじゃないですか10消費だから。ってことはドリンク1個につき500ポイント稼げるということになります。あこれ逆だったか。120円で500ポイント稼げるんで、まあ後でちょっと説明しますけど Y ポイントセールで Y ポイント買うより全然お得なんですよ。まあでも結局あれだけどね、課金しなきゃいけないから、まあ、だからおまけって言ったんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、適当にやっても100ポイントぐらいは稼げるんで OK 稼げたよね。確か100ぐらい いけたと思うんだけどな。ドンドン。あちょっとダメージ少ないな、いつも4000以上だったんだけど。あまあ100ポイントぐらい稼げますね。こんなに、雑に、下手くそな感じでやっても100ポイント稼げるんですよ。でさっき言ったように元気10消費すると100ポイント稼げるんで、まあ元気ドリンクでフルにね50回復すれば、まあ、500ポイント120円で稼げると。でこれを単純に続けると1万2000円で5万ポイント稼げるんですよ。まあ、しかも元気ドリンクとかたまにゲットできるんで、まあ、実際はもうちょっとね5万ちょっとぐらいポイント稼げるんですけど、1万2000円で5万ポイントって言ったら Y ポイントセールで買おうとするとだいたい1万円で1万8000ポイントなんで、まあ3倍近くは、お得に、まあ、課金しなくちゃいけないんですけどね、課金しなくちゃいけないけど、まあお得に Y ポイントをね貯めることができるといった感じです。まあ多分ね次のイベントもこのままだと Y ポイントだと思うから、まあ、貯めようがないんでね。自然回復だと全然、まあどんぐらいだろう、1日そんな1万とか絶対無理だから1000とか2000ぐらいだと思うんで、まあ課金しても大丈夫だよっていう人は Y ポイントセールで買うより極吹雪姫ゲットしたんだったら、まあおはじきでね地道にやった方がお得ですよという感じです。あーちょっとさっきよりダメージ少なかったけど、まあ大体100ぐらいいけますね。まあこんな感じでこれを5回やって500ポイントで120円ですね。でそれをまあ単純に100回やれば1万2000円で5万ポイント稼げるというやつです。まあこれはおまけとして聞いてもらえればなと思います。ってことで、まあおはじきはこんな感じですね。おまけは置いといて、ふぶきちゃんねゲットすると極吹雪姫、まあ少しはね、楽になるのでね、先にゲットするっていうやり方もありかなと思います。はい、ってことでじゃあ次ね、ふぶきちゃんと極吹雪姫実際に使っていきたいなと思います。ちょっと前回育ってなかったんですけど、ふぶきちゃんは技マックスにしました。です、後ろは上げてないです。で極吹雪姫も後ろはまだ上げてないんですけど、とりあえず、こっちかな。技マックスにはしました。まあ、ただね、極吹雪姫も、やっぱ、極オロチがめちゃめちゃ強かったから、それに比べると、ちょっとやっぱ落ちるかなっていう感じですね。ちょっとこいつ仲間にしてないから。そうなんだ。ああ、種族的にいけた。よかった。まあ、極吹雪姫は、そうだなぁ。まあ、スコアタでプリッチ、使えればワンチャン出番あるかなっていう感じかな。あとは、まあ、次のイベントも Y ポイントでまた宝箱が落ちてくる感じだったら宝箱を潰すのに使えるかなっていった感じですね。で吹雪ちゃんに関しては、まあ、猫2世とね同じようなスキルなので、
まあスコアタで、こちらもスコアタかな、スコアタでプリチーが使えるときに、まあ、使うことがあるかなっていった感じですね。これ2発いけるのかな、あの雪玉がさ降ってこれば、あすげえこんな感じなんだ、ここで雪玉が降ってこれば2発いけるんだけど、あー降ってこないな、やっぱレベル上げなきゃダメか、あれ 1% だからな。あー今回降ってこないですね、降ってこないとダメージが43万ぐらいですね。オッケー雪玉降ってきた。これさ、この雪玉を置いた状態でさ、極吹雪姫さ撃ったら消えちゃうのかな、多分消えないでしょ、雰囲気的になんか消えなそう、消えるなよ、あ消えてない、あーでも無理かも、あーギリギリ、はーはーダメだわ、あーダメだわ、いやこれ2発撃つのは無理やな、2発撃つのはむずいわ、あのゴッコオロチとかと絡めたりしないと無理やね、あー落ちたわ。まあこんな感じで、まあゴッコオロチと比べちゃうとね、少し出番は少ないかなといった感じです。 OK、はい、ということで今回吹雪ちゃんとね極吹雪姫使っていきましたけど、次の動画ではキラコマサンタかな、キラコマサンタを中心にね動画進めていきたいなと思います。キラコマサンタはもう通常時でもね結構使うことありそうなんでね、次の動画ではそちらの方やっていきたいなと思います。はい、ということで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ